2024年シーズンはどのチームが優勝するのか、今年も阪神が優勝してしまうのか、皆さんも関心を持ち始めていることでしょう。そこで今回はセリーグの各球団の戦力を分析していきます。先発、リリーフ、打撃、守備の4つのカテゴリーを独自の見解と偏見に基づき1から5までの5段階で評価していきたいと思います。昨年の成績をもとに新加入や退団選手を考慮した上で現時点での予想スターティングメンバーや先発ローテーションをもとに分析しましたので、ぜひ最後までご覧ください。まずは簡単に昨年の成績から見ていきましょう。セリーグ王者阪神タイガース、38年ぶりに日本一に輝いたセリーグ1位の阪神は得点では1位、失点では最少と両面でリーグトップを誇り、バランスの取れた野球で見事優勝しました。特に投手陣の成績は目覚ましく、セリーグ唯一の防御率2点台で先発、リリーフともに好成績をマークし安定感を見せました。新加入選手はドラフト選手と投手のハビーゲラ選手、漆原大成選手のみと、今年も顔ぶれは昨年から大きく変わらないため、再び上位争いをすることは確実ではないかと考えられます。阪神タイガース先発陣評価を、阪神の先発投手陣を検証します。2023年阪神の先発陣はリーグ最高の成績を収めました。大竹選手、村上選手、伊藤選手が2桁勝利を達成し、先発の防御率は 2.79、 クオリティスタート率は 59.44% とリーグ1位を記録しました。2024年もチームの主力は変わらず、さらに陣容を強化しています。2桁勝利には届かなかったものの、才木選手、西勇輝選手、青柳選手と安定感のある投手陣も揃っています。注目の若手である西純也選手、門別選手、富田選手をはじめ、ドラフト1位入団の下村海斗選手、椎葉選手なども期待されています。復帰が期待される高橋選手も先発候補として名を連ねます。仮にローテーションの一員が不在となっても、控えの投手の質は非常に高いため、セリーグで最も厚い投手層を持っていると言って過言ではありません。投手王国阪神はキャンプでも熾烈な先発ローテ争いを見せており、2024年の先発投手陣が昨年とほぼ同じ主力メンバーで構成されていることから、その評価を最上位の5と見定めることができます。これは申し分のない評価だと言えるでしょう。阪神タイガースリリーフ陣評価5。次に救援陣について見ていきます。昨年の救援陣もリーグトップの防御率 2.39 を記録しました。中日が救援防御率で2位につけているものの、その防御率が 3.02 であることから、この成績がどれだけ際立っているかが明らかです。主力はほぼ変わらず、石井選手、梶谷選手、及川選手、岩貞選手、島本選手、桐敷選手、岩崎選手など実力者が揃っています。また2022年に59試合に登板し、防御率 1.09、 43ホールドを記録し、 WBC でも世界一に貢献した湯浅投手の復活にも期待がかかっています。さらに新たな外国人投手ハビーゲラ選手、オリックスから現役ドラフトで選ばれた漆原選手、ドラフト2位の最速159キロを誇る椎葉剛選手も期待されています。主力としてはケラー選手が巨人に移籍してしまいましたが、ほとんど昨年と変わらず、それ以上に戦力が加わったと考えられますので、阪神の救援投手陣の評価も先発と同様、最高評価の5とします。阪神タイガース打撃陣評価4。昨年ほとんどの選手が固定された打順で戦い、今年もその傾向は続くと思われます。今シーズンも1番近本選手、2番中野選手、3番森下選手、4番大山選手、5番佐藤選手、6番ノイジー選手、7番坂本選手、8番木浪選手と予想します。この打順を見ても主力選手は20代後半でピークを迎えており、成績が大幅に落ち込むことは考えにくいです。またチーム打率こそ2位だったものの、出塁率は3割2分2厘でダントツの1位、そのため得点の1位となっています。気になるとすれば、圧倒的なパワーヒッターがいないという点ではないでしょうか。得点では1位でしたが、チーム本塁打は84本と5位という成績でした。阪神がいかにつなぐ野球をしてきたか分かりますね。期待の大山選手、佐藤選手は大化けして30本塁打以上放つことができれば敵なしです。阪神の打撃陣に関しては、昨年と同様に主力選手が安定した成績を維持していると予想されます。新たな補強は行っていませんが、森下選手やノイジー選手のような選手が昨年を上回る活躍を見せることが期待されます。
また昨年は控えだったミエセス選手、小野寺選手、前川選手、井上選手、野口選手のような選手がブレイクする可能性もあります。全体的に見て阪神の打撃陣は昨年の成績をもとにすると他球団と比較しても充実していますが、パワーヒッターが少し不安視されるため打撃評価は4とします。阪神タイガース守備陣評価4。阪神の守備力についてはリーグ全体で見ても優れている成績を持っています。失策こそ85で最下位だったのですが、チーム UZR は 11.2 でリーグ2位、特にセカンドは 2.5、 ショートは 3.0 と守備はプラスの評価を受けており、ファーストは11、センターでは 9.8 と顕著なプラスを記録しています。一方で左右の外野守備はマイナスで、特にレフトの守備が大きなマイナスになっているため、この部分の改善が守備強化の鍵となります。エラー数についてはリーグワーストの85個を記録していますが、守備指標全体を見ると決して悪くなく、エラー数だけで守備力を評価することは適切ではありません。甲子園は非常に難しい球場ですので、それを考慮するとエラー数は評価の基準には含めずに、全体として見た守備力を評価するべきではないでしょうか。こちらも昨年と大きな変化がありませんので、守備力を維持できる見込みであることから、阪神の守備評価は4とします。全体的に投手陣や打線の層の厚さが際立っており、万が一の怪我や不調があってもカバーできる選手が揃っています。特に投手陣の質と厚さはセリーグで群を抜いており、今年も阪神が上位争いをすることは間違いないでしょう。先発陣評価5、リリーフ陣評価5、打撃陣評価4、守備陣評価4、総合評価 4.5。 セリーグ2位広島東洋カープ。2位の広島は得点と失点でリーグ5位と苦戦を強いられましたが、新井監督の巧みな采配で2位に食い込みました。先発投手陣が安定しない印象でしたが、今年は常廣隼人選手が新加入しており、投手陣の補強をしっかりと行いました。また大瀬良選手の状態も鍵になってくるのではないでしょうか。広島カープ先発陣評価4。広島の先発陣のチーム防御率は 3.24 で5位という成績でした。クオリティスタート率も 51.75% と5番目の低さで、エース級の投手がフル回転できなかったというのが大きな懸念とされています。2桁勝利達成をした投手は床田選手の11勝のみで、森下選手が9勝、栗選手は8勝でした。エースの大瀬良選手は6勝11敗と不安定な状態で、シーズン終了後には3度目の右肘クリーニング手術をしており、今シーズン完全復活を目指します。また新加入選手でいうと、やはり注目はドラフト1位の常廣隼人選手です。2023年ドラフトでの一番の目玉とも言われていた常廣選手獲得は、チームの投手陣にとっての一番の収穫だったと言えます。キャンプでも1軍で実戦を積ませていることからも、即戦力として先発ローテ入りを目指し猛アピールをしています。また昨年は10試合に先発登板し、4勝2敗だった森選手は先発候補として名前が挙がっており、新外国人のトーマス・ハッチ選手が高い評価を受けていますので、先発として活躍する可能性はあります。他にもキャンプで結果を出し、対外試合10イニング連続無失点の黒原選手も覚醒の予感が漂っており、新井監督も期待を寄せています。このように広島の先発陣には期待できる選手が多く、新加入の選手を含む層の厚さから先発投手の評価は4とします。誰一人怪我をしないというのは現実的ではありませんが、故障する人数が少なければとても安定した先発陣が揃っているという印象です。広島カープリリーフ陣評価3。次に救援陣について見ていきます。昨年の救援陣はリーグ3位の防御率 3.14 を記録しました。WBC の途中で故障した栗林選手が不調の中で、矢崎選手が24セーブを挙げるなど穴を見事に埋めました。また島内選手が54試合に登板し、防御率 2.81 で最優秀中継ぎ投手賞を受賞する活躍を見せたり、先発からリリーフへ転向した大道選手も48試合に登板し、防御率 2.72 と好成績を記録しました。セリーグ2位という順位はリリーフ陣の活躍が大きかったと言えます。新たに加入したテイラー・ハーン選手や、昨年8登板ながら防御率 1.64 と良い結果を残した増田投手、さらに新人の高田一投手や滝田和樹投手も期待されています。ただ絶対的な存在がいないことや、昨シーズン44試合に登板し防御率 1.74 という好成績を記録したターリー選手が退団してしまったことなどを考慮し、広島のリリーフ陣の評価は3とさせていただきます。
広島カープ打撃陣評価3。広島の打撃は昨シーズンセリーグの中でも苦戦したといえます。得点 OPS はリーグ5位、打率本塁打はリーグ4位という成績でした。特に出塁率がリーグ5位と低迷し、得点につながる機会が減少したことが目立ちます。また今シーズンの打撃予想ですが、1番秋山選手、2番野間選手、3番小園選手、4番シャイナー選手、5番坂倉選手、6番レイノルズ選手、7番末金選手、8番菊池選手と予想します。1番2番に秋山選手、野間選手と出塁率が比較的高い選手を配置し、若干数字が落ち始めている菊池を8番に配置しました。そして未知数なのが新加入のマット・レイノルズ選手とジェイク・シャイナー選手です。この2人の活躍次第では得点力がアップする可能性もありますが、現段階では不確定要素であると考慮し、広島の打撃陣評価は3とさせていただきます。FA で抜けた西川選手の抜けた穴をどう埋めるか、そして新外国人選手の貢献度が鍵となります。広島カープ守備陣評価3。昨年のチーム UZR は 8.29 でリーグ3位でした。外野とサードではプラスの数値を残しており、ファーストはマイナス 8.9、セカンドはマイナス 1.3、キャッチャーはマイナス 1.6 でした。今シーズンはサードにはレイノルズ選手がつくと予想されます。サードでの実績も十分ありますので、ここは引き続き安定した数字を残すのではないでしょうか。西川選手が主に守っていたレフトは、今シーズンは末金選手が起用されると思われます。西川選手と比較した場合、数値は若干下がるかもしれません。結果的に昨年比でチーム全体の守備評価はやや低下する可能性があり、それを踏まえて評価を3としました。先発投手陣に関しては、昨年の4本柱に加えて新たな戦力が期待される中、5番手、6番手のポジションが充実すれば、セリーグでもトップクラスの力を発揮するでしょう。救援陣も充実しており、今シーズンの成否は打撃陣の得点力に大きく左右される見込みです。特に新外国人選手の活躍と若手選手のブレイクが鍵となりそうです。先発陣評価4、リリーフ陣評価3、打撃陣評価3、守備陣評価3、総合評価 3.25。 セリーグ3位、横浜 DeNA ベイスターズ。3位の DeNA は失点でリーグ2位の好成績を残しましたが、得点力の不安定さが課題となりました。そしてバウアー選手、今永選手の対談は DeNA にとって最も痛手となりそうです。しかし新加入の渡来隆起選手の状態は非常によく、牧選手、宮崎選手など主力も残っていますので、爆発すれば打撃はとても脅威だと言えます。 DeNA ベイスターズ先発陣評価2。 DeNA の先発投手陣は2023年リーグ3位の防御率 3.14 という優れた成績を残しましたが、今シーズンは主力投手の一部が抜け、その層の厚さに不安が残ります。チーム2位の勝ち星を挙げた10勝4敗のバウアー選手、 WBC でも活躍し7勝4敗の今永選手といったエース級が退団したのは相当な痛手となります。新加入はアンドレ・ジャクソン選手、ソフトバンク戦力外の森唯斗選手、オリックス戦力外の中川隼人選手を獲得し、石田選手の残留も決まりましたが、昨年のような成績を維持できるかは未知数です。ただし怪我から復帰した大貫選手や平選手が昨年以上の活躍を見せることが期待され、ウエスタンリーグで好成績を残した森選手と中川選手もセリーグでは活躍できる可能性があるのではないでしょうか。加えて高卒投手の中からも新たなローテーションの候補が出てきており、先発投手陣には潜在的な力があると言えるでしょう。東選手、大貫選手、ジャクソン選手、平選手が先発ローテと予想され、続く石田選手、浜口選手、小園選手、森下選手、深澤選手と選手層はしっかりと揃っている印象です。ただし実績があるのは昨年16勝を挙げた東選手のみと言えますので、確実性に欠ける部分があり、評価は2とします。新たな力の台頭に期待が寄せられる先発陣です。 DeNA ベイスターズリリーフ陣評価4。DeNA の救援陣はリーグ4位となる 3.19 の防御率を記録しましたが、守護神の山崎選手とセットアッパーの伊勢選手が期待通りの成績を残せず、勝利パターンが安定しないシーズンとなった印象です。ただウェンデルケン選手が61試合に登板し防御率 1.66、 森原選手が46試合に登板し防御率 2.32 と活躍しました。他にも上茶谷選手、宮城選手、石川選手も一軍でしっかり結果を残しています。
エスコバー選手の対談は痛いですが、 DeNA は佐々木千早選手、アンソニー・ケイ選手、ローワンウィック選手と比較的投手の補強に成功していると言えます。山崎康晃選手もキャンプで順調な仕上がりを見せており、信頼できる選手が多数おり、救援陣の総合評価を4とします。 DeNA ベイスターズ打撃陣、評価3。 DeNA の打撃成績は得点、OPS、リーグ5位、打率、本塁打、リーグ4位という成績でした。特に昨年は 1、2番の出塁率が低かったのが印象的だったと言えます。そして今シーズンの打順予想ですが、1番渡来選手、2番関根選手、3番オースティン選手、4番牧選手、5番宮崎選手、6番佐野選手、7番山本選手、8番林選手と予想します。2023年ドラフト1位の渡来隆起選手は即戦力としての活躍が期待され、オープン戦でも絶好調です。ルーキーではありますが、 DeNA の1番として起用されるのではないでしょうか。また出塁率が高い関根選手を2番に置き、オースティン選手、牧選手、宮崎選手につなぐことができれば他球団にとってとても脅威です。特に牧選手、宮崎選手の前にランナーを貯めることができれば得点力アップにもつながります。一方で昨年期待された楠本選手、海老名選手、太田選手などは昨年期待以上の成績は残せませんでしたし、外国人選手の補強もありません。打線こそ脅威ですが、選手層が少し薄い気もしますので、総合的に評価すると打撃陣の評価は3とさせていただきます。 DeNA ベイスターズ守備陣、評価3。昨年の DeNA の守備力は最悪でした。チーム UZR はマイナス 14.6 で最下位。そして失策も69で2番目の多さとなってしまいました。特にショートはマイナス13、サードマイナス 2.4、レフトマイナス 4.9 でした。守備力の面でこのように目立ったマイナスを改善するためには、プラスの守備力を持つ選手を適切な位置に配置する必要があります。セカンドポジションでは特に優れた守備力を示しているものの、牧選手の負担軽減や怪我のリスクを考慮すると他のポジションへの転向も難しいと考えられます。全体的には大きな進歩もなく、大きな後退もないため、守備評価は3と設定します。DeNA の今シーズンの成績は、先発陣の充実と救援陣の強化、打線の活性化が鍵を握っており、特にオースティン選手の健康状態や、ショートは誰が守るのか。そして、新加入選手の渡来選手の活躍がポイントになると見られます。先発陣、評価2。リリーフ陣、評価4。打撃陣、評価3。守備陣、評価3。総合評価3。セ・リーグ4位、読売ジャイアンツ。打撃でリーグトップの成績を収めましたが、得点につながらず、先発は改善傾向にありましたが、リリーフ陣の不振が響き、2年連続の B クラスに終わりました。ただ、2023年オフに、巨人は投手の補強に最も力を入れており、すでに投手王国の完成とまで言われているくらい、がらりと戦力が変わりました。4年ぶりの V 奪還に向けて、阿部新監督率いる巨人軍はセ・リーグ優勝できるのか。読売ジャイアンツ先発陣、評価4。巨人の先発投手陣は、2023年に先発防御率 3.16 でリーグ4位、クオリティスタート率 55.24% で2位という成績でした。2桁勝利を達成したのは戸郷選手の12勝、山崎選手の10勝でしたが、グリフィン選手とメンデス選手は安定感があり、赤星選手も8月以降先発として登板し、6戦5勝で防御率は 1.36 と安定した成績を残しました。また昨シーズンは14試合に登板し、防御率 3.36、4勝8敗だった菅野選手も春季キャンプで順調な仕上がりを見せており、12年目になるけど間違いなくトップクラスに充実していると語っていますので、完全復活の期待がかかります。2024年の巨人はその他の先発陣も厚みを増しています。昨シーズン16試合に先発した横川選手、2軍で防御率 0.75 を記録した井上選手、同じく2軍で好成績を残した松井選手らの若手が待機しており、加えてソフトバンクから高橋嶺選手を獲得、ドラフト新入団の西舘雄飛選手や森田俊也選手も期待されています。戸郷選手、山崎選手、グリフィン選手、メンデス選手の4本柱に加え、菅野選手や若手選手など充実した先発陣を揃えている巨人の評価は4とします。読売ジャイアンツリリーフ陣、評価4。昨年の救援陣は防御率 3.81 とリーグ5位のヤクルトと比べ 0.6 点の差があるダントツの最下位で、巨人の一番の課題となってしまいました。
守護神の大勢選手が怪我で途中離脱してからは勝利の方程式を固定することができずに中継ぎで失点するパターンが増え、魔の8回というワードが SNS でトレンド入りするほどになってしまいました。そんな巨人はオフにいち早く中継ぎ陣の補強を行いました。阪神からカイル・ケラー選手、馬場康介選手、オリックスから近藤大輔選手、ソフトバンクからは泉圭介選手を獲得しました。それに加え既存メンバーである高梨選手、菊池選手、中川選手もいます。また21試合にとどまりましたが、バルドナード選手は防御率 1.69 という安定した成績を残していますので、勝利の方程式のパターンに入ってくるかもしれません。戦力は十分に揃ったリリーフ陣ではありますが、その軸となる大勢選手が春季キャンプで早々に怪我で離脱してしまっており、開幕に間に合うか微妙だと報じられていました。また新戦力が未知数であるため、現時点でのリリーフ陣の評価は4とさせていただきます。読売ジャイアンツ打撃陣、評価4。打撃部門では昨シーズン巨人はリーグで最高の打率2割5分2厘 OPS7 割1分、164本塁打を記録し1位、破壊力のあるラインナップを誇っていました。しかし得点数はリーグ3位と実力を完全に発揮できていない印象があります。主な理由は得点圏打数がリーグで最も少なく、得点圏打率も期待される岡本選手が2割3分5厘、大城選手が2割2分9厘と中軸選手の成績が振るわなかったことにあると考えられます。そして今シーズンの打順予想ですが、1番門脇選手、2番吉川選手、3番坂本選手、4番岡本選手、5番大城選手、6番新加入のルーブネット・オドーア選手、7番秋広選手、8番ドラフト3位ルーキーの佐々木俊介選手と予想します。1、2番に出塁率の高い門脇選手や吉川選手を起用し、3番から5番には安定感のある坂本選手、岡本選手、大城選手を据えると予想されます。6番にはメジャー通算178本塁打の新外国人選手、オドーア選手が起用される可能性があり、期待の秋広選手、そしてキャンプで絶好調の即戦力ルーキーの佐々木俊介選手が勝ち取るのではないかと思われます。昨年のラインナップと比較すると長打力はやや劣るかもしれませんが、走力を生かした野球が期待できそうです。他にも丸選手、長野選手、梶谷選手などのベテランに加えて、オコエ選手、松原選手、萩尾選手などもいますので、特に外野に関してはオープン戦の結果次第では入れ替わる可能性があります。目立った補強はなかったものの、若手の活躍によりチームの打撃陣の厚みは増していますので、現時点での打撃陣の評価は4とさせていただきます。読売ジャイアンツ守備陣、評価3。昨年のチーム全体の守備指標 UZR0.9 でリーグで4位でした。内野ではファーストを除く各ポジションでプラスの成績を収めていますが、外野はレフトとセンターでマイナスの成績でした。特にセンターは固定することができず、2024年はそのポジションを安定させたいところです。ファーストでのマイナスは今年岡本選手が定位置を取ることで改善が見込めます。セカンド吉川選手、ショート門脇選手、サード坂本選手は非常に安定感がありますので、今年もプラスの成績を出すと考えられます。今シーズンは守備指標が昨年以上に向上することが予想されますが、外野陣が未知数のため守備評価は3とします。全体として先発陣と打撃陣では厚い選手層から期待できますが、救援陣の強化が昨年の課題でした。特に中継ぎの立て直しができるか、また守護神の復活がキーポイントです。彼らがしっかりと機能すれば勝利の方程式を確立できるため、救援陣の成長が今シーズンの成否を左右するのではないでしょうか。先発陣、評価4。リリーフ陣、評価4。打撃陣、評価4。守備陣、評価3。総合評価 3.75。 セリーグ5位、東京ヤクルトスワローズ。得点でリーグ2位という強力な打線を誇りましたが、先発投手陣と守備の不安定さが影を落とし、優勝チームから一転して B クラスに沈む結果に終わりました。主力の村上選手、山田選手が成績を落としてしまったのがその要因だと考えられますが、それに加えて2人をカバーする選手が現れなかったのもヤクルトの課題だと言えます。ヤクルトスワローズ先発陣、評価2。昨シーズンヤクルトの先発投手陣はリーグワーストの先発防御率 3.95、 クオリティスタート率 45.5% でした。得点力のある打撃陣に反して不安定さは否めず、結果的にチームの足を引っ張る形となってしまいました。
2桁勝利と規定投球回数を達成したのは10勝した小川選手のみで、先発陣の安定感の欠如が顕著でした。さらに昨年18試合に登板し防御率 3.22 で6勝を挙げたピーターズ選手が退団し、補強は進んでいるものの依然として不安要素は残っています。2024年のローテーション予想では小川選手とサイスニード選手を中心に WBC に出場したものの、昨年不振だった高橋選手、後半安定の小澤選手、9月以降に力を示した吉村選手が有力候補です。さらに外国人投手ロドリゲス選手、ベテラン石川選手、新加入の宮川哲選手、ルーキーの西舘晃太選手、松本健吾選手にもチャンスが巡ってきそうです。ただ期待の奥川投手は故障がちで期待値も低く、昨年の実績と現有戦力を考慮すると現時点での先発投手陣の評価は2とさせていただきます。ヤクルトスワローズリリーフ陣、評価3。ヤクルトのリリーフ陣は防御率 3.21 でリーグ5位と苦戦を強いられました。2022年の優勝時に見せた強力な救援陣を構築できない状況でした。田口選手が50試合に登板し、防御率 1.86 で33セーブと抑えに定着し活躍し、今シーズンは田口選手の前を投げるリリーフ陣がキーポイントになりそうです。昨年56試合に登板し活躍した清水選手は夏場の疲労が見え、一時的なパフォーマンスの低下がありました。リリーフ陣の中では木澤選手が56試合に登板し防御率 2.72 と安定した活躍を見せ、石山選手も50試合以上登板し安定感を見せるベテランがいますが、若手の活躍も期待されます。特に左腕の山本選手は防御率 2.55 でしっかりと結果を残し、新外国人ホセ・エスパーダ選手や今野選手、丸山選手、坂口選手などが控えており、これらを考慮するとヤクルトの救援陣は昨年よりも強化されたと見ることができますが、守護神の田口選手が万全の状態ではないことも合わせて評価は3とさせていただきます。ヤクルトスワローズ打撃陣、評価4。ヤクルトのチーム打率は2割3分クリーンで5位でしたが、得点、本塁打、OPS は2位という成績でした。主力の村上選手や山田選手が不調に陥る場面がありましたが、多くのチャンスを作り出すことが得点力につながりました。今シーズンの打順予想ですが、1番塩見選手、2番浜田選手、3番山田選手、4番村上選手、5番サンタナ選手、6番オスナ選手、7番中村選手、8番長岡選手と予想します。1番の塩見選手が1年間戦い抜けるかどうか、そして主力の山田選手、村上選手が昨年以上の成績を上げられるか、また外国人選手のサンタナ選手、オスナ選手の活躍がある程度保証されていることが大きな強みです。うまく打線が噛み合えば打撃陣の層の厚さは他チームを圧倒しています。これらの要素を考慮するとヤクルトの打撃陣の評価は4と言っても良いのではないでしょうか。ヤクルトスワローズ守備陣、評価5。ヤクルトの守備は昨年 UZR は 14.1 でリーグトップの成績を誇り、特にショートとキャッチャーで顕著なプラスを記録していましたが、セカンド、サード、レフトではマイナスの成績でした。村上選手のサードの守備に目をつぶるとしても、レフトでのプラスの守備が確立されればさらに堅牢な守備陣を構築できる可能性があります。選手の入れ替えが少ない点からヤクルトの守備力は非常に高く評価でき、5とさせていただきます。全体としてヤクルトは打撃陣の厚みと立て直しを図るべき投手陣が今シーズンの重要なポイントとなります。先発投手に関してはセリーグの平均並みであっても、救援投手が高い成績を収めることが可能であればチームは優勝を視野に入れることができるでしょう。先発陣、評価2。リリーフ陣、評価3。打撃陣、評価4。守備陣、評価5。総合評価 3.5。セリーグ6位、中日ドラゴンズ。先発もリリーフもリーグ2位の防御率をマークするなど、投手力には目を見張るものがありましたが、打線の沈黙が続き、リーグ1位の阪神と得点差は150点以上と大きく差をつけられる形でシーズンを終えました。今シーズンは打線の補強を積極的に行い、中田翔選手の獲得が大きな話題となりました。打撃陣がしっかり結果を残せれば、必然的に順位も上がってくるのではないでしょうか。中日ドラゴンズ先発陣、評価4。中日の先発投手陣は2023年にリーグ2位の優れた防御率 3.12 とクオリティスタート率も 55.24% とリーグ2位の成績を収めました。
シーズンを通じて柳選手、高橋選手の両投手が25試合前後の登板で2点台の防御率を記録し、小笠原選手、涌井選手も安定した投球を見せました。しかし、2桁勝利を達成した選手が1人もいないという珍しいケースで、打撃と全く噛み合わなかったことが個人成績にもしっかり出てしまっています。打線次第では4人全員が2桁勝利を達成してもおかしくない成績だと言えます。今シーズンはこの4投手に梅津選手、大野選手も開幕にしっかり間に合う目処が立っていますので、この両投手が加わると先発ローテーションがさらに強化されます。また昨年11試合に先発した松葉選手やメヒア選手など才能ある投手たちが控えています。これらの要素を踏まえ、中日の先発投手陣の評価を4とします。中日ドラゴンズリリーフ陣評価4。リリーフ陣も昨年リーグ2位の優秀な防御率 3.00 を記録し、守護神のマルティネス選手は48試合に登板し、防御率 0.39 で32セーブという圧倒的な成績を残しました。また藤島選手、勝野選手、清水選手もそれぞれ50試合以上に登板し、2桁ホールド以上をマーク。特に藤島選手は56試合で防御率 1.07 と安定した成績を残し、育成から昇格した松山選手も防御率 1.27 という素晴らしい活躍を見せました。さらに斉藤選手が貴重な左腕として31試合に登板し、防御率 0.73 と活躍するなど、リリーフ陣はすでに強力な布陣を整えています。加えてベテランの祖父江選手、外国人投手フェリス選手、ブレイクが期待される橋本選手など活躍が期待される選手を多く擁しています。主力投手が怪我や不調で出遅れた場合でも補えるだけの充実した戦力があるので、中日のリリーフ陣評価は4とさせていただきます。中日ドラゴンズ打撃陣評価2。中日ドラゴンズの打撃陣は打率、得点、本塁打、OPS、得点圏でリーグワーストを記録する苦戦を強いられました。特に出塁率の低さや得点力不足が問題となり、チームとしては四球の少なさが目立ちました。明るい点としては、現役ドラフトで加入した細川選手がブレイクしたことですが、全体としては改善が求められる状態です。今シーズンの打順予想ですが、1番岡林選手、2番田中選手、3番は新加入のアレックス・ディッカーソン選手、4番中田選手、5番細川選手、6番石川選手、7番木下選手、8番村松選手と予想します。新外国人選手のアレックス・ディッカーソン選手はメジャー通算40本塁打の左の大砲で、4番には巨人から移籍した中田翔選手、5番には昨年ブレイクの細川選手を置くことで打線に厚みが増しました。また6番の石川選手がどの程度化けるかも注目です。他にも中島選手、上林選手なども加わり、控えも昨年に比べて充実しています。そしてブライド選手、宇佐美選手も控えており、ドラフトから津田圭司選手、辻本凛太郎選手という期待の新人も獲得しました。昨年よりは層に厚みが出たものの、未知数な部分が多いので、中日の打撃評価は2とさせていただきます。中日ドラゴンズ守備陣評価3。昨年のチーム UZR はマイナス 4.6 でリーグ5位という成績で、一部のポジションではプラスの成果を見せたものの、多くのポジションでマイナスを記録しました。特にライトではマイナス 10.2 と守備の弱さが目立ち、細川選手は打撃面での貢献度の高さに対して守備では改善が求められます。中心となるセンターラインが守備で苦戦しており、これらのポジションの守備力を高めることができれば、少ない得点でも試合を制することができる強固なチームに変貌する可能性があります。全体の守備力向上は今後の課題として、現時点での守備評価を3とします。中日ドラゴンズは投手陣の堅実な構成に期待できる一方で、昨年の打線の不振をどのように改善できるかが今シーズンの成績に大きく影響すると考えられます。新たな選手の加入とともに、石川選手など若手選手たちの成長が鍵を握り、チーム全体としての競争力向上が期待されます。先発陣評価4。リリーフ陣評価4。打撃陣評価2。守備陣評価3。総合評価 3.25。 2024年ペナント順位予想。当チャンネルの2024年ペナントレース順位予想は、6位横浜 DeNA ベイスターズ総合評価3。5位中日ドラゴンズ総合評価 3.25。 4位広島東洋カープ総合評価 3.25。 3位東京ヤクルトスワローズ総合評価 3.5。 2位読売ジャイアンツ総合評価 3.75。
1位阪神タイガース総合評価 4.5。 いかがでしたでしょうか。今回はセリーグ各球団の戦力をまとめてみました。これは開幕前の評価であり、シーズン中に状況が大きく変わる可能性もある点をご了承ください。皆さんは今年のセリーグをどのように見ていますか。ぜひコメント欄で意見などをお聞かせください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。